お待たせしました。皆さんお待たせしました。ここからエンプティののどかさんのステージになります。はい、ではお願いします。のどかさんのステージです。はい、エンプティのまあ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 ごめんごめん、ちょっと待ってね、楽譜取ろうと思っているんですけど少々お待ちよ。いしょ、はいよ。エンプティののどかです。どうぞよろしくお願いします。今日もですね、皆さんのコメント読むことができますので、ぜひぜひコメントしていってください。あれなんですよ。ちゃんと、むむむむ、口紅も塗りましたのでね、元気に頑張っていきたいと思います。どうしよっか、どうしよっか、どうしよっか。よし、あら、ゆうちゃんもありがとう。眠くなるまで時間でやがって。それな、それな、頑張って。ありがとう、ゼロさん。頑張れ。頑張る。おいら、頑張る。スタート、センキュー。じゃあね、そうだな。そうだな。まあ、二人がね、一番最初にカバーから始まったので、カバーしてたので、私も何かしらカバーをしたいなと思うんですけど、そうですね、ですね、待ってね、ごめん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 、いつも忘れるんでしょ私、最近チューニングするの忘れるんで、マジでね、何時間とか弾いた後とかにチューニングするとやっぱり狂う。すごいねこれ。まあ今日ね多分4か5弦が切れると思います。切れなかったら運がいいと思ってください。それなんだい、カバ、カバさん、あ、カバ、カバくん、なんだっけ、カバタじゃないし、いやちょっとね練習してたんですよ。なんだっけ、サラダボールっていう曲をちょっと練習してて、 で全然できないの、全然できないのに練習してて、でね、なんか音が狂っておりましたとさ、よかった最初気づいて。いやいや、そのままやるとこだって私、危ない危ない危ない。そうだな、昨日ねちょっとキャスやってた時に、やった曲なんですけど、できたらいいなと思ってやりまーす。さあやりましょう。やりましょうとか言って、あ、できるかな、ちょっと待って、心配でした俺は。どうしよう。世界の終わりの炎と森のカーニバルをちょっとやりたいと思います。頑張りまーす。Thank you.
です。よかったら聴いてください。組み合わせでしたが楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございました。どこだどこだどこだ。あ、かおりさんパチパチありがとう。今ので指の皮と手の皮がむけました。ありがとうございます。さかなおりありがとう。ひかりさんいい声です。ありがとう。お疲れ様。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。チームイモンパチパチありがとう。クラゲさんパチパチありがとうございます。セイロさんもパチパチありがとう。クマちゃんパチパチありがとう。アキラさんもパチパチありがとうございます。オカもパチパチありがとう。こんばんはー。トシ来てくれてありがとう。そう、昼下がりからっていう曲でした。かっこいい。ありがとう。あんまり上手にできなかったね。ごめんね。チームイモンありがとう。暴れてるわー。暴れてるわー。面白い。ジミーパチパチありがとう。おかんパチパチありがとう。クラゲさんパチパチありがとうございます。私もパチパチありがとう。クマちゃんパチパチありがとう。セロさんもパチパチありがとうございます。デッドデッドデッドパチパチありがとう。ありがとう。アキラさんパチパチありがとうございます。おつおおこれなんて読めばいいの。おつみたいな。はるちゃんもパチパチありがとう。そうだ、あのツイッターのフォローありがとう。ね、そう、さっきね、あのちょなんか挟まってた手紙がどんどん落ちてきてから危ない危ないと思って、危ない危ないと思ってね、あのよいしょっつってやってました。どうしましょうか。どうしますか。どうしますか。オリジナルしますか、それともカバーにしますか。どうしましょうね。どうしよっかな、どうしよっかな。オフィシャルヒゲダンやりたいんだよね。それもやるし、あっちもやるしみたいな。
いろんなことで、あらららら、インターネットに接続されていません。どういうことでしょうか。接続してください、ぜひ。ちょっと。ねえ、動いて。コンピューターが現在オフラインのため、このページを開きません。なんででしょうか。オッドループ、ワンタイム、あ、パイル、はい。パイル、続けてやればよかったね。ごめんごめん。ごめんごめん。じゃあね、パイルドライバーズハイっていう曲もありますので、そちらをね、弾いて、行きたいと思います。はい。行きたいと思います。ちょっと待ってね。スノードロップ、新宝島。いや、マッシュアップはむずいね。これで。そうなるよね。どちらかといえば聞いたことのない音が掴んだて、リングを沈め汚さず息をする、誰もがこりゃ
これは大変ですね。何でしたっけ、ファイルドライバーズハイという曲をやりました。はい、違いました、オドループ。はい、やりましょう、やりましょう、やりましょう。フレデリックっていうバンドが好きで、私もよく聞くんですが、あのフレデリックのね、オドループっていう曲、皆さんもしかしたら TikTok とかでね、見たこと、あ、聞いたことあるのではないでしょうか。てかね、あの結構前に流行った曲なので、あの皆さん知ってるかと思います。あ、知ってるかと思いますとか言っちゃうけど、あの知ってたらいいなって思います。みんなでマブダチン。あとでスノードロップもやろうか。じゃあ、パイルドライバーズハイでした。ありがとう、ゼロさん、ギテヒテヒテテル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 、ありがとう。どれだ、クラゲさん、パイスパーちゃん、ありがとう、ハルちゃんもありがとう、かっこいい。おむたせきさん、ありがとうございます。あきらさんもパチパチありがとう、ありがとう。今日は元気ないかなと思ってたけど、錯覚でしただろ。だろ。いや、あのね、あれなんですよ、マジでバイトで、あの、いや疲れたと思って、あの、なんて言うんだろう、あの、配信が始まる30分前まで働いてて、だからちょっとね、大変でした。
ございました。オドループフレデリックの曲でした。ありがとうございました。おお、あつ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 。くまちゃんパチパチありがとう。クラゲさんパチパチありがとうございます。あきらさんパチパチありがとうございます。せいさんもパチパチありがとうございます。どうし、うまい、ありがとうパチパチ。どうしますか。もしあれにします。そのどっちがいい？私今決めてる。私からして右か左かで、スノードロップをやるか、新宝島をやるか決めまーす。決めまーす。ですね。そうですね。そうですね。じゃあ、石黒さん今聞いてますかね。石黒さん、右か左かでお願いします。言ってください。それで、決めます。決めます。新宝島にするか、私の、最近のオリジナル、スノードロップっていう曲にするか決めます。よろしくお願いします。さにぎさん、こんばんは、来てくださって、ありがとうございます。うきうきありがとう。あ、右、あ、どうする？あ、やった、みんな選べるぜ、これ。選べるぜ、これ、みんな。さあ、どっちだ？さあ、どっちだ？私の気分でもう決まっております。皆さん、どっちがいいでしょうか。両方。ああね、両方。両方。はい。はいって答えました。両方。いや、両方にできる時間がないのよね。夜勤そう、夜勤そう。夜勤、あれしますよ。押せなかった。押せなかった。押せなかった。マジで押せなかった。そんなことある。そんなことある。ですね。はいが多かったんで、右なんです。新宝島です。今こうやって遊んだけど、今、あ、そうだ、新宝島だったと思って。新宝島でーす。でーす。ほぼね、オリジナルやらなかったんですけど、皆さんね、今日は楽しんでいただけたでしょうか。まあ変な感じなんですよね。あんまり、なんか、なんて言うんだろう。ね、めっちゃ喋って、両方でもいいよ。本当？本当ですか？両方します？新宝島。じゃあ、それもやります。じゃあ、じゃあ両方やります。はい、切り替えが早いです。はい、じゃあね、私全然コードとか覚えれなくて、で、まあなんて言うんだろう、2つしかないコードで、曲作ったりとかよくするんですけど、これもね、何個だ何個だ何個だろう、4つかな。4つしかない曲で構成された曲がね、こちらスノードロップっていう曲なんですけど、まあなんかスノードロップっていう花がありまして、そのお花の花言葉が勇気っていう花言葉で、まあなんて言うんだろう、なかなか告白のできない女の子か、こっちどっちか、じゃあ男の子のお話なんですけど、そちらのね、スノードロップっていう曲をね、ぜひ聴いてってください。あの花は僕を見つめる、弱さだけはここに置いていきなさいと、あの花は僕を見つめる、君らしくありなさいと言われた気がした。今から変わる、
した。スノードロップっていう曲でした。いやこれね、本当に毎回毎回曲調が変わるんですよ。なんでね、決まった楽譜はありませんが、こんな感じのオリジナルもあります。もうほぼ即興みたいなもんだからこれ本当に。いやありがとうございました。やばい、指の皮が、イエスイエス。いや次の曲はですね、もう決まっておりますね。サカナクションの新宝島という曲をやって最後、締めたいと思います。いやいやいや、ほんと皆さんに元気伝わってますか？元気伝わってますか？これ本当に元気ですよ私。鼻水ってしてるんだぜ。クラゲさんパチパチありがとうございます。どこだどこじゃ。クマちゃんパチパチありがとう。サニゲさんパチパチありがとうございます。ありがとうありがとう。アキラさんパチパチありがとうございます。チームイパチパチありがとう。歌に感情に引き込まれる。グンとね。グンとね、伝わってるよ。よかったよかったぜ。元気出た。音はよかった。元気もらってるから。いっぱい撮っててね、のどかの元気ね。でね、あの夜にはねちゃんと眠れるように元気撮っててくださいね私の。そうですね、次はね、さかなクションの新宝島という曲をいきたいと思います。なんでこれグーンでしたのかちょっと私にもわかんないんですけど、そうですね。さかなクション、私がとてもとてもとても愛してやまないさかなクションですが、でしょうかとか言って、いやあのですね、とってもいい曲多いんですよ。最近よく弾くのは夜の踊り子っていう曲。どこ行こうみたいな、どこ雨になってのポンカコに行くみたいな感じの曲があるんですけど、まあそれもね弾きますし、まあこちらの曲もよく弾きます。それでは聴いてください。新宝島。
やばい。歌えてました。はい、お疲れ様でした。エンプティーのどかさんのステージでした。いやー、今日もエネルギッシュな、もうなんか燃え尽きた感じですね。丸焼きな感じですね。うん、丸焼きな、こんがり焼き上がって美味しいのどかさんが出来上がりました。丸焼きです。はい、ま、丸焼きって今こっから見た人はなんだって話だけどね。はい、まあ最初、番組最初から見てくださいって感じなんですけど、はい、お疲れ様でした。なんかそのままそのままトークいきます。うん、はい、はい、今日はなんか本当になんか最初死んでたような感じだったんですけど、今もう完璧に生き返りましたね。ね、ちょっと声小さいかな、大丈夫かな。はい、はい、なんかバイト、はい、バイト帰りだったんですね。うん、バイト帰りで、さらに遠方ですもんね、バイト先ね。ちょっとだけ、いや、でもそんな、そうでもない。あ、車で15分くらいに。あ、そうなの、車で、あれ、車運転できるの？できません。はいはい。まあでもじゃあそれでね、まあ今はじゃあ体が起きたって感じですかね。うん、もう節々が痛いです。今節々痛い、いくつだよって感じだけど、はい、18ですか。もう老朽化ですか。はい、まあそうだね、豚だったらね、18歳はちょっともう食べられない感じだもんね。あ、ダメですよ、ちょびっとさん、ダメですよそれは。はい、それはね、はい、おばあちゃん、まあでもまあみんな言ってんだね。はい、おばあちゃん、はい。はい、ということでね、はい、まあ、BBA よりも BBQ の方がね、好きですけどもね。はい、ね、はい、ということで、野中さん、今日のワークショップ決まりました、なんか。どうしましょうか。うん、どうしましょうか。どうします。もう、今、完全また飛んでる。もう、真っ白ですね。はい、じゃあ、しばらく野中さん、丸焦げになった野中さんを鑑賞していきましょう。はい。はい。